今回は阪神タイガースの歴代通算勝利数ランキングを発表していきます。タイガースの長い歴史の中で一体誰が一番勝ち星を稼いでる投手だったのでしょうか。それでは最後までご覧ください。第10位、能見篤史、104勝。阪神には2005年から2020年までの16年間在籍。2009年に自身初の2桁勝利となる13勝をマーク。2011年には初の開幕投手を務め、阪神のエースの座を射止めた。どんな場面でも表情を崩さないポーカーフェイスは鉄仮面と呼ばれ、打者に恐れられた。第9位、山本和之、116勝。阪神には1972年から1988年までの17年間在籍。17年間の現役生活で通算700試合に登板し、先発、中継ぎどちらでも一流の成績を残した阪神一筋の鉄腕サウスポー。1980年には先発として自己最多となる13完投、15勝、防御率 3.26 という成績を残した。第8位、御園尾隆雄、127勝。阪神には1936年から1951年までの14年間在籍。阪神タイガースの投手兼打者の二刀流で活躍した選手。1947年にプロ野球史上4人目となる通算100勝を達成し、13連勝を含むシーズン18勝で自身3度目となる最高勝率のタイトルを獲得した。第7位、梶岡忠義、131勝。阪神には1947年から1955年までの9年間在籍。1947年に新人ながら22勝で阪神の戦後の初優勝に貢献。2年目にはリーグ最多の35完投で26勝を挙げた。キャリアの序盤はストレート1本で勝負。キャリア終盤はアウトドロップと呼ばれた鋭いカーブを操った。第6位、藤村隆雄、133勝。阪神には1940年から1956年までの11年間在籍。スリークォーターよりややサイドスロー気味の投球フォームから、ホームベースを X 線上にクロスする切れ味鋭いシュートとカーブを得意とした。タフネスで制球力がありクレバーな投手だった。兄はミスタータイガースの異名を取った藤村文雄。第5位、渡辺翔造、134勝。阪神には1952年から1965年までの14年間在籍。打者心理を読む投球術と抜群の制球で相手を幻惑させるタイプの投手であり、後の阪神投手たちに好影響を与えた。スライダーやシュートを得意としており、後にツーシームと呼ばれる微妙に変化する速球も投げていた。第4位、江夏豊、159勝。阪神には1967年から1975年までの9年間在籍。阪神ではシーズン20勝以上が4度、6年連続リーグ最多奪三振を達成し、4年目に通算1000奪三振を記録するなど、投手タイトルを総なめにし、名実ともに球界を代表する投手となった。その後4球団を渡り歩いた伝説の投手。第3位、小山正明、176勝。阪神には1953年から1963年までの11年間在籍。ボール半個分を出し入れする絶妙のコントロールで投げる精密機械と呼ばれ、エースとして君臨した。その後ロッテでも活躍し、プロ野球歴代3位の320勝、歴代5位の290完投を記録した日本球界屈指のレジェンド投手である。第2位、村山実、222勝。阪神には1959年から1972年までの14年間在籍。ザトペック投法で知られ、史上9人目、戦後唯一のシーズン防御率0点台を達成し、プロ通算ウィップ 0.95 は日本記録となっている。歴代最多タイ記録となる史上3人目の沢村賞も3度受賞しており、現役時代につけた背番号11は阪神の永久欠番となっている。第1位、若林忠、233勝。
阪神には1936年から1949年までの13年間在籍、1リーグ制時代の技巧派、頭脳派の代表的投手、七色の変化球と呼ばれるストレート、カーブ、シュート、スライダー、シンカー、ドロップ、ナックルを操り、エースとして活躍した。若林が背番号18をつけてエースとして活躍したことから、プロ野球ではエースナンバーといえば18と言われるようになった。いかがだったでしょうか。第1位はタイガースのオールドレジェンド、若林正氏でした。タイガースの創世期、黎明期にチームのエースとして君臨した偉大なレジェンドでした。以上、阪神タイガース歴代勝利数ランキングでした。